え、でもこっちもいいんじゃないの、うん、ね、これとかね、つけたりとかね、うん、どうもこんばんは。すごいかわいい。こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。今何されてたんですか？今はですね、ここはあのカジュアル撮影で使える私服を置いているんですけれども、そのコーディネートを今ちょっとやってて、ちょっといろいろね、あーでもない、こうでもない言いながら組み合わせてしてましたね。どんな感じか見せていただいてもいいですか？どうぞどうぞ。ぜひ。ちょっと白シャツなんですけど、白シャツにちょっと淡いパンツとかで合わせてもいいですし、男の子だったらね、革靴とかちょっと履いたりとか、蝶ネクタイするだけでね、いいな、かっこいい思いますね。めっちゃそれいいんじゃない？これ襟元すごい個性的で可愛いですし、靴もお花ついてたりするので、こういうのも貸し出してます。可愛いですよね。これぜひ見てください。この衣装なんですけど、見たことあります？あります、なんとなく。実際ですね、この衣装なんですけど、はい、全国ハグマグさんという雑誌の企画で、全国の写真館さんが参加しているキッズフォトコンテストジャパンっていうのが以前から開催されてるんですけど、ここは筑波店でグランプリを取らせていただいて、その時のお衣装ですね。すごい、かわいい、かわいい。今の時期にぴったりで、うん、うん、お帽子なんかもあるしね、かぶってもらって、葵ちゃんですね、こんな風にね、いろいろ置いてあるんで、ぜひね、撮影の時に利用してほしいなっていうふうに思いますし、またこう一緒にね、お父さんお母さんと選んでるのもいいかなっていうふうに、うん、一緒にね、楽しみながら撮影作っていきたいですね。そうですね、うん、ぜひ利用してください。いっぱいあるので見てみてください。